チルクム・フレグレア線は、ナポリとフレグレー平野にあるいくつかの町、リーコラ・やクアルトとを結ぶ鉄道路線である。路線は、クマーナ線と同じく、モンテサントとトンレガベータを始発とする。ナポリ地下鉄のリーネ号を名付けられる。1950年代、クマーナ線の運営会社 EAV は、フレグレオの地域を通り、 ナポリとトンレガベータをつなぐことが可能となるチルクムフレグレア線の建設を担当した。1962年にはチルクムフレグレア線の経営を開始。チルクムフレグレア線は全長 27km で15の駅がある。モンテ山を出発し、トレガベータに着くが 30km のクマーナ線に比べると長くナポリの西の各地区、ソッカーボ、ピアノウラや、 クアルト・フレグレオ、リーコラ、クーマといった場所を通る。トレガベータにおいて、チルクム・フレグレア線は、クマーナ線に合流し、環状に閉じていて、このようにフレグレオの各地区の隅々まで、早く安く到達することができる。二つの路線は40%はナポリコムーネの領域と60、60%は隣接コムーネの領域に展開している。1975年には、 クマーナ線、チルクムフレグレア線にも伏線化計画が必要不可欠とされた。1987年には鉄道車両の計画や修正などの運行保守作業が実行できるクアルトの新しい工場が竣工した。全体計画のうちすでに伏線化が行われたものは正確にはモンテサントピアヌーラとピザーニクアルトとなっている。鉄道網の伏線化の完成のためには ピアヌーラピザーに、クアルトリーコラ、リーコラトレガベータの各区間の関連工事の必要な資産として事前に割り当てられた入札が残っている。1999年には12万平方メートルの用地に建設され、車両の整備用の6000を持つ5000平方メートルの倉庫が前にある近代的な工場により役割を果たすことが可能な新たなクアルト電車基地が受け渡された。 さらにチルクムフレグレア船は、リーコラからモンドラゴーネまで、チルクムフレグレア船と FS をつなぎ、ナポリ市北部のグラッツァニーゼ新空港までの延長が計画された。ありがとうございます。